不遇男です。皆様に大切なお知らせがございます。この度ですね、チャンネルが引っ越しすることになりました。不遇です。まあ何がこれ不遇かと言いますとですね、まあ多分今2個のことが考えられるんですけれども、まあ1つ目考えられるのが、まあコンテンツがちょっと変わってしまったことによって、リスナー離れしたということで、4ヶ月かけてまあ1万人ぐらいかな減ったのかなっていうのがあります。まあどっかしら止まるやろうっていう、安心してやってたんですよ。まあまあまあ、それ離れる人もいるだろうなと思いながらもやってたけど、おや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 止まんねえぞと、全く止まんねえぞっていうので、これおかしいなって思って、もう一つ浮上したのが稀に見ぬバグ。これね、バグでちょこちょこその登録解除っていうのが始まったりするらしいんですけど、あんまりないんですよね。これ登録解除になったら戻ってこないんですね。でこれ、いや稀に見ぬバグだからそんなことないかなと思ってたんですけれども、待てよと、誰がこのチャンネル運営してんねん、俺やぞと不遇だぞと。そうなった場合、これ稀に見ぬバグの可能性があるんですよ。ってなったらいつ終わるか分かんないし、いつ止まるか分かんないし、毎度毎度下がっていく、モチベーションも下がっていくし、同時に、なんかこう高み目指したいなと思ってあがいてるのに、ガンガン毎日開くたび下がってるっていう、この状況をやっぱり打破しなきゃ、前に進めねえなと思いましてですね、もう一生のことをちょっとやめ、あ、もうこのチャンネルやめと。どっちにしろ、前者にしろ後者にしろ、前者やったらリスナーさんが求めてねえよっていう意思表示をされているわけじゃないですか。で後者やったらもう止められへんし、どっちにしろこれ止められない状態になってるというか、だからといって階段上げたからって戻るわけでもないんですよ、この状況って。そうなったらもう、じゃあ今の僕とこの不遇っていうのを一緒に楽しんでくれる人、で不遇話を喋って笑って楽しいとか、不遇コンテンツをいろいろやってみて楽しいって、他にないコンテンツだから、まあここでちょっと楽しいものを作りたいなと思いましてですね、お引越し、家主が出ていくという非常にレアなケースでございます。でただ、ただ私も黙って出ていくわけではございません。前回の国の時間はですね、国沢一世の生配信部屋としてですね、生配信オンリーで今後やっていきます。登録者が減りに減ってもうどうしようもないっていう状況になるのと、あと、こちらの不遇TV の方がですね、パッと盛り上がっていってある程度形になるまではもう生配信部屋と不遇テレビを分けてしまいます。だから、生配信は国際線の生配信部屋で、こちらの動画とかは不遇テレビの方でお送りするという2バージョンでいきます。そしてもう1個芯となるものを作りますので、こちらもちょっと楽しみにしておいてもらったらいいかなと思います。ということで引っ越しです。まあとにかくみんなで、新しいこちらのチャンネルを盛り上げていきたいと思います。そして何よりも楽しんでいきたいと思います。はい、ということで皆さん、アンチはうんち、これはキーワードで残していきたいと思います。これは国沢のモット、アンチはうんちということで、みんなで不遇テレビ今後始めていきますので、一緒に盛り上げてもらえたら幸いです。ということでチャンネル登録高評価絶対せよ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 